バカ者、こういう時は半端に動くな。逃げるならさっさと逃げる、交渉するならテコでも動くな。なんというか、そんな風に動かれるとその気がなくともつい反応してしまうだろう。ほら、命が惜しいのならおとなしく固まっていなさい。殺さないんですか？今のところはね。私は君が気に入ったし。いや、違うな。正しくはこう。私ぐらいしか君を救ってあげられないのかも。かな。はい。君の思う通り、私は君と似たところがある。それとも君が私に近いのかな。何、食べ物の好き嫌い程度の類似だが軽視することでもない。問題は君が私より偏っているということでね。俺、一人じゃないですけど。だろうな。だからこそ君は偏っているんだ。早くそれに気づきなさい。一番手っ取り早い解決はそれでいいんだと認めることだ。人間なんてたくましいもんでね。別に何もかも放り投げてもうまくいくものなのさ。けれど青子にはそれは許せない。あれは他人であれ、あらゆることを許さない人間だからな。ことはいいんだ。ただ純粋に私は君が欲しいと思った。君が自分の名前すら定かではないと名乗った時にね。自分の認識が不明で自分自身が不能と感じる。未来というものがとても自分に関わりのあることとは思えない。となれば必然心情は過去への逆行を試みる。しかし所詮ソアの前のモアのように正常な流れの前には時間旅行は押し戻されてしまう。それも私にあって君にあるものだ。ああ、なんて無様な私、なんて哀れな。
あなたの言っていることはよくわからない。君には言葉の暗示は通じないんだな。意味深なセリフ回しで丸呑みにしてやろうとも思ったが、いや失敗失敗。小綺麗な建前は逆効果だった。君にはむき出しの原始的な語りの方が良かったんだな。いいよ、ますます気に入った。少年、青子なぞより私のもとに来い。使い道はないが保護ぐらいはしてやろう。手が空いた時なら気晴らしに愛してやってもいい。それはお断りします。なぜ？だってあなたのためにならない。そうか、なら仕方がない。君も青子の大切な持ち物として考えることにしよう。青子が帰ってくる頃だから私は行くよ。青子では私には勝てないとだけ伝えておいてくれればいい。それはいいんですけど。そのカップどうするんです？これ？うん。せっかくだからもらっていく。やはり変わり種だね、君は。逸材かどうかは別の話だが。ただいま。
総十郎、留守中何かあった？そりゃ半日分の出来事はあったけど、それより寒かっただろう。お茶を入れようか。ああお願い。こっちも一から作戦練り上げようってとこだから。なんだろう、どこか変だ。これからどうするつもりなの？とりあえず足で探すしかないわね。あいつ相手に守りに入るのは良くない。こっちが城壁を作ってる間に一個師団の人形をこさえかねないわ。探すって東子さんを？それ以外誰を探すって。ちょっと、あんた、今なんて言ったの？東子さんなんだろ、青崎たちの敵は。さっきまでここにいたよ。しずき君、その人何かしていった？お茶を飲んで、メガネを外して帰っていっただけだけど、あれ、よく思い出せないな。二度は言わないわ。他人を私の家に立ち入らせないで。すまない。アリスにとってここが大事な場所なのは分かってたのに。あのね、姉貴を通した総十郎も悪いけど、言ってなかったアリスも悪いでしょ。子供じゃないんだから、いつまでも反省してないで、もっと前向きに話をしない？思い出した。青子じゃ私には勝てないって伝えておいてほしいって。大した自信ね。他には？他は基本的に世間話だったというか、あ、ソアとかモアとかよくわからないことを口にしてたな。タイガとショウガ？あの人インドにでも行ってたのかしら。ところで総十郎、あんた姉貴に何かされたわね。何かって何さ？思い出せないとか言ってたでしょ。
さっきまでの態度もふわふわしてたし。そうか、メガネを外したまでは覚えてたってことは、マガンにでも見入られたか。青崎、マガンってなんだ？魔力を帯びた目のことよ。簡単なものは一時的な混乱を、上級なものは睨んだだけで相手を殺すとかね。ま、バロールみたいな魔眼の持ち主なんて伝説だけだろうし、そもそもそんな魔眼持ちが生まれてくるなら私たちの悩みもあっさり終わるってものだけど。わかりやすく言うと、私のマダンみたいなのを目から照射するようなもんよ。目から？青崎か。だからあなた、一度目を閉じた後のトーコの目を見たんでしょ。その一瞬で姉貴のマガンに捕まったってこと。目を猫名刺に入れ替える魔術師もいるけど、姉貴はそんなことする必要はないから。あの人、生まれながらの魔眼持ちだしね。刺したる準備も詠唱もなしで、シャッターするだけで切り替え自由なの。その話は分かったけど、トーコさんは青崎のお姉さんなんだろう。なんで姉妹で殺し合いをしてるんだ。話してあげる。姉貴に関わった以上、事情を説明しておかないと危ないし。けど何であれ聞き返すのはなしね。この件に関しては私は私の事情を話すだけだから。姉貴の話をするってことは、私と青崎の家の話と、何より魔術と魔法の話をしないといけない。少し遠回りになるし、他言無用な内容だけど、いずれあんたの記憶は消えるから問題ないってことで。魔術っていうのはね、宗十郎、いわば共通のルールなのよ。ルーンやカバラといった魔術系統はそれぞれの科目、世界共通のマニュアルだと思えばいい。教科書さえきちんと持っているのなら、あとは血脈次第で誰でも魔術師にはなれるわ。けど魔法を使うのは別。魔法は魔術みたいに根源の渦から派生した写本じゃなくて、根源の渦に直接つながるものだから。この根源の渦っていうのは、宗十郎の分かるレベルに落とし込むと、まあ太陽みたいなものと考えて。遠くにあって、何より初めにあるもので、それなくしては私たちは生活できないといった。魔術っていうのはこの太陽からの恩恵を利用しただけのものよ。自然現象の模倣ないし代償が魔術の本質だから。神秘を学び実践し再現するけど、神秘そのものを作ることはできない。いえ、研究の末にたどり着くんでしょうけど、そこには大きな壁がある。人知では越えられないリミッターみたいな壁がね。で、魔法っていうのは太陽そのものを扱うこと。誰にも到達できない場所に行って、
何者にも真似できない奇跡を起こす。お金をかけようが時間をかけようが、今の人類には到達できない技術、それが魔法。次元の壁を越えるっていうか、最後まで走ってみたら全く違うルールでできた世界があって、そのルールを学んじゃったってとこかしら。前に魔術に限界はないって言ったでしょ。あれは人知の及ぶ範囲なら限界はないって意味ね。対して魔法は限界だらけっていうか、一つのことしかできないけど、それも当然なの。だってこの宇宙の仕組みから仲間外れの一つっきりの交点なんだから。魔術より魔法の方がすごいというのは流れ的にわかるんだけど、限界だらけなんだよな。限界っていうか、特例、特権、越権の類ね。汎用性はないけど、誰にもできないことを可能とする時点で魔術世界にとっては万能とされる。そもそも魔法は根源の渦にたどり着いた魔術師へのご褒美みたいなもので、たとえその術者に魔法を使うだけの肉体性能がなくても、根源へのパスができただけで魔術的にはやりたい放題ってわけ。要は地球で一番のお金持ちになるってこと。